コーチドの松葉です。コーチドはスポーツ指導者が競技を超えて学ぶ場ということを提供している NPO です。今回は一般社団法人アポロプロジェクト代表理事、そしてスポーツ人間学研究所、LLP の発起人山内隆夫さんにゲストに来ていただきました。山内さん、今回もよろしくお願いいたします。お願いします。山内さん、前回ですね、アスリートの価値とキャリアというテーマでお話をいただきましたが、今回はアスリートの可能性ということで話をお聞きさせていただきたいと思っております。まずこのアスリートの可能性っていうテーマに対して、山内さん今どんな問題意識を持っていらっしゃるんでしょうか？そのアスリートにもっと可能性があるにも関わらず、その可能性を自分で蓋をしてしまっている方々が多いんじゃないかなっていうのを、もったいないっていうちょっと問題意識を持ってます。具体的にはどの辺がこうもったいないなっていう感じるところでしょうかね。競技以外にももっとやれることや、競技を通して培ってきた様々な力を発揮できる場所っていうのがですね、ご本人が思っている以上に、もっとフィールドが広いと思ってるんですけど、気づけてなかったり、勇気を持って一歩踏み出せなかったりですね、そのあたりが歯がゆいなという気がしてます。具体的にはアスリートにはどんな可能性があると思ってらっしゃいますか？ものすごく大げさに言うとですね、未来を変えられる力があるんじゃないかなと思ってまして、それは何かというと、未来を作っていくのは僕は人だと思ってるので、人にその様々な影響を与えることができるのがアスリートの持っている大きな可能性だと思ってるんです、例えば僕が中学校2年生ぐらいの時から J リーグができました。当時日本代表の選手とか東京ベルディ華やかな世界を見て憧れてサッカーを始めたのがですね、スポーツを始めて夢を持たせてくれたりとか、そこからやっぱ中田英寿さんみたいな、J リーグができた当時のロールモデルとはまた違う新たなある種生き方とか、のアスリート引退後のこう歩み方みたいな、またそれが最近だと、本田選手とか長友選手とか、その2人に限らず持っている自分のバリューを社会にこういかに還元していく、オブトップの選手のあり方が結構変わってきていて、かっこいいなっていう像をですね、この時代時代を照らしてくれる、そんなイメージがあるんです。でそれを見て育った若手とかが、今度また次の世界を作っていくと、そういう意味で未来を作れる可能性があるんじゃないかなという。なるほど。確かに昔のスポーツ選手っていうのはその競技だけで影響インパクトを与えてた時代が長かったと思うんですが、中田選手とか本田選手とかっていうのはスポーツ以外のところでの影響力ってのはとても大きいですよね。そうですね。そういうロールモデルが出てくると、アスリートはもしくはそのスポーツをしてない方に対してどんな影響力とか広がりが出てくるっていうふうに山内さんお考えですかね？一つのことを突き詰めてやっている、その過程で得られたことをまたこう違う分野に生かしていくとはですね、当然入り口は誰しも自分のためにいろいろやってると思うんですけど、自分のためを突き詰めたその先に誰かのためとか社会のためみたいな、ある種利己と利他が表裏一体になっていくというかですね、なんかそういう自分の価値発揮みたいなものをやっていける、そういうことを気づかせたり したりしてくれるっていう、なんかそんな側面もある。その自己と利他の境界線っていう話はすごく興味深いんですが、もう少しそこを教えてもらってもいいですか？スポーツ選手でいうと、こう上手くなりたいとか強くなりたいとか、もっと高いレベルでやりたいって、こうどっちかというとこう自分の成長欲求を満たすためにやっている人も多いと思うんです。でそれで一歩一歩こう階段上がっていってる、ふとした時に自分のためにやってきたことが気づいたら、なんか応援してくれる人がいたりとかですね、自分はそんなつもりもなかったんだけれども感動してくれる人がいたりとかですね、そういうことにこう気づいていくと、自分のために頑張ってることが、結構周りの人のためにもなってるんだみたいな、この気づきを持ててるアスリートと、なかなかそこがつながってない人だとですね、まさに目標と目的の話で、何のために自分はそのスポーツをやっているのかっていう、目的のこう明確にできるできないのですね、そこにも結構つながってくるんじゃないかなっていう。もしもそういうことを現役時代にアスリートがですね、気づくきっかけを作れるとするならば、どんなことができるんですかね？やっぱり多様な人たちと交わるっていうことかなっていう気が。ほっとくとすごく耳障りのいい心地よいことを言ってくれる人だらけになっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、やっぱスポーツに興味がない方とか、自分のこと全く知らない方みたいな人とやっぱ話をしていくことで、まずはその人、そのアスリート自身が、なんかそんな世の中もあるんだとかですね、スポーツ界ってそんな風に周りから見られているんだっていうですね、それまでにない気づき、視点を持つことができると思います。そうすると、ただただそのスポーツが好きで見てくれている人にない目線を知ることができて、初めてその相対的に外から見た自分の価値みたいなものを考えるきっかけ、そんな気がします。
でもやっぱりこう外の世界、多様性に触れるっていうことはとっても大事だと、はい、でそういう思いもあって今回アポロプロジェクトということを立ち上げられたと思うんですけども、はい、こことそのアスリートの可能性っていうところどんなこう接点があったりどんなこうビジョンを描いていらっしゃるのかっていうところもぜひお聞きしたいと思います。このプロジェクトで僕らが実現したいのはですね、アスリートオープンイノベーション構想っていうふうに呼んでるんですが、アスリートのその価値を高めて、その価値をいかにこう社会に還元していくかっていう、ここをですね、トライしたいなと。具体的にどうやっていくのかっていうのが、まあ、大きく2つでして、一つがその学び直し、アスリートの学びの場を提供をしたいということが一つ。で、学びによって可能性に気づいてもらったり、価値を開いていきながら、あとは様々な実践の機会を、はい、提供、まあ、それはビジネスもそうかもしれませんし、何かこう社会や地域のこう課題を解決していくというようなことかもしれません、はい、そういう学びと実践機会の提供っていうをアクションとしてやっていきたいな。学び直しっていうところっていうのはどんなことをされるんですか、はい、ちょうど来年1月にですね AMAP と呼ばれるアスリートマインドセットアポロプログラムっていうものをパートナーで一緒にやらせていただいているビジネスブレイクスルーさんの運営企画のもと、開講していきます。学びっていうと例えば MBA みたいなですね座学中心のものを結構想起されやすいと思うんですけど、僕らのプログラムにマインドセットって入れてるぐらいなので、うん、1年間とにかく自分と向き合い続けるっていうですね、うん、それをベースにしたプログラムをやっていきたいなと。例えば競技者としてだけではない一人の個としての自分の在り方とか自分のこう志や大志みたいなものをですね、専属のメンターの方ですね、はい、と1年通じてコーチング受けたりとか、うん、360度サーベイ、EQ サーベイと呼ばれる他者サーベイ、セルフサーベイみたいなものも受けながら、うん、客観的にこう自分を理解していく。あとは輪読とかゲスト講義っていう人のマインドに触れたり、本によってこれまで自分にない視野視点を入れると、それを受講生同士でオンラインでディスカッションしていくことにですね、一、うんうん、人だとこうなかなかリカレント内省しにくいようなことでもアウトプットしてこうフィードバック受けると内省が深まっていくっていう、このサイクルですねどんどん回していきたいな。アスリートが自分の魅力とかいけてないところ弱みなんかも感じながらマインドセットが変わりですね、そして自分のミッションが明確になり世界を作っていった先ですね、その先、はい、どんなビジョンを山口さんは描いておられるんですか。その先はですね、自分と向き合ってミッションが明確になっていけば、まずは今よりももっとさまざまなフィールドで活躍をしている現役元アスリートが増えるんじゃないかなと思っています、うん、それは、まあ、現役であればもちろんその競技に全力を尽くしてやるっていうのも、まあ、当たり前の話なんですけど、それ以外にもなんか並行してやりたいことがあれば、例えば事業をやるとか社会貢献活動を自分でやっていくっていう、競技で見せるプラスアルファのバリューを発揮できる、例えば現役アスリートが増えたり、あとはまあ引退した選手ももちろんその競技の業界に残って現場で指導する、そこのリーグのマネジメント側に回るっていう、ここの価値もめちゃくちゃあるんですけども、そうじゃないもっとベンチャー経営者が増えるかもしれませんし、まあ、自分で NPO 一般社団を立ち上げて地元の課題解決に奔走するアスリートも増えるかもしれませんし、それこそラグビーの福岡選手、ああいうドクター医者を目指す弁護士や公認会計士は少しずついらっしゃいますけど、気づいたらこう多種多様な業界に元アスリートの人がいて、その業界を牽引をして、はい、外からスポーツ界をまた支援をして、アスリートやスポーツが、まあ、未来や社会を一躍を担えるですね、なんかそんな世界になって、でそれを見ているこう子どもたちが、まあ、引退後も含めてですね、アスリートやスポーツの世界に魅力を感じてくれて、でそれを見ている親御さんは、これまではもうスポーツの世界なんか行ったって、あんの引退した後どうすんのあんたみたいな心配される親御さんが、むしろ頑張れ行ってこいと。確かにトップアスリートでトップオブトップになれなくても、アスリート以外でもいろんな可能性がもう秘めてるから、またこう学び直しさえすればいつでもやり直せるし、それまでの価値を花開かせることができるからっていう、はい、なんかそうやってこう支援してくれる家族も増えたりとかですね、そんな風になっていくと、それこそアスリートの可能性がもっと開いて、まさに未来みたいなことになんかつながっていくんじゃないですか、うん、そうですね、本当にアスリートの価値ももちろん花開きますけど、アスリートの価値がもう社会全体に行き届くというんですかね、そういう世界がなんかできそうな感じですよね。あれでも最後に改めてその山内さんが考えるアスリートの可能性っていうところと、それからアスリートとか元アスリートに対してちょっとメッセージをいただければと思っております。可能性はやっぱり未来を作る可能性があると、うん、それは人の心を動かしたり、人に勇気を与えて一歩踏み出すみたいなことをさせることができる力をやっぱアスリートは持ってると思うので、これからはですね、まあ、自分で自分の可能性に蓋をせず、競技以外でももっともっと活躍できる可能性があるということを信じることと、一人だとやっぱなかなか難しいので、それをいろんな方と自分を見つめ直すという意味で、よろしければ AMAP にも参加いただきながら共に学んで一緒に未来を作っていけたらなと、こんな風に。ありがとうございます。
ということで本当にワクワクするような話を聞かせていただきましてありがとうございました。コチドのチャンネルではですね、こういうふうにいろんな方にゲストに来ていただいてお話を聞いております。もしも聞いていただいて見ていただいて面白いな、もっと見たいなと思っていただいた方はですね、ぜひ、チャンネル登録とかいいねボタン、こちらまでよろしくお願いします。